レット解放軍の酒井です。本日の雑談は、まあ、インチ工具の裏話なんということでサムネを作ったんですが、で、まあ、僕タイトル決めてから雑談するんですよ。けどちょっとこれちょっと本当衝撃的だったんですけど、まあ、裏話というか、僕インチ工具結構、まあ、シャペルヘッド、まあ、メンテナンスとか、まあ、ハーレー、まあ、インチの工具を使うというところで、なんかここがちょっとネックになってきてるのかなと思って、実際僕が持ってるインチ工具全て今ここに用意したんですよ。でちょっと紹介しようかなということで、まあ、裏話ということで話作ったんですが、まあ、なんか少ないっていうのは僕なんとなく分かってたんで、ここが裏話っていうことなんですけど、ちょっとそこでまあ少ないところから僕いろいろ調べたら、まあちょっといろいろ面白かったんで、ちょっと僕早くこうみんなに届けたいとか見てほしいです。じゃあもう早速僕の持ってるちょっとインチ工具たったこれだけの、あれ、まあ、これだけなんですよ、インチ工具。僕が持ってるインチ工具、使ってるインチ工具で、なおかつこれとか、これ六角なんですけど、インチの六角です。で、まあ、これがインチの、まあ、六角なんです。これは、まあ、ソケットになってるタイプ、8分の3でソケットになってるタイプなんですけど、まあ、これとこれ同じものなんで、仮に、まあ、こっちだけでいいと思うんですよね、うん、で、もうちょっといくと次ソケットなんですけど、ソケットはこれなんですけど、で、ディープソケットっていうのがこんだけしか、4つしかないんですよ。このディープソケットは多分必要ない可能性もあるので、これもこの六角のこれと同じ扱いでこれも置いといたとしたら、今僕が作業で使ってる、ずっと使ってるショベルヘッド、まあバラして組み立ててってやってるんですけど、その中でインチ工具これ本当にこれだけなんですよ。すごくないですか。で、僕もこれは分かってたんですけど、こんだけかっていうので、今この間ちょうど工具整理したんで、ちょっとこういったのをお届けできたらいいかなと思ってて今に至るんですが、すごい少ないんですよ。で、もうちょっと言ってますと、これソケット、これセットで8分の3から8分の7までですね。で、この六角、この六角が、32分の5から8分の3です。これ32分の5で8分の3です。ここですね、8分の3、これはまあ一緒のもの、この辺と一緒なんですよね。で、このソケットと六角で、あとスパナですよね。これスパナのセット、このスパナが16分の5から16分の13、これが16分の13ですね。一番大きいのが16分の13ですね。で、ちょっと今回僕これ雑談ということなんですけど、結構こう準備をしている時にちょっとやってて面白くなってきちゃったんで、で、要はもうあと本当にこの六角とソケットとスパナと、あとこの大きなボックス4つあるんですけど、これはもう本当にクランクとか、まあ、ちょっと大きな作業の時に使うやつなんで、スタートする時はいらないのかなと思うんですよね。だから本当にそうなってくると、もう本当両手でこれだけなんですよね。ソケットと六角とこれだけでしか僕持ってないんですよ。で、まあちょっとこのソケットと六角をちょっと使い勝手よくするために、なんかこういうものをディープソケットだとかっていうところはあるんですけど、で、ちなみにアストロプロダクツって僕もすごく利用させていただいているその工具屋さんがあるんです。それで調べたら、これ本当に9個なんですけど、偶然 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個なんですけど、9個のインチのソケットの、セットが売ってるんですよ、アストロプロダクツに。それの値段が1480円
で、このインチの六角ヘックスっていうんですかね、ちょっとよくわからんすけど、これがアストルプロダクツでは2780円で、ちょっとこのスパナのセットが高いんですけど、このスパナのセットが4158円ですね。で、これを合計すると8418円なんですよ。要はもうほとんどそれで作業できちゃうっていうことなんですよね。でも個数で言っても、もうこのこんだけ、このまあ本当にこれだけあればいいと僕思っちゃってるんですけど、今日調べたところでこれだけの個数としては25個なんですよ。で、まあ他どうしてるのかっていうことなんですけど、ほとんど僕裏、ここも裏話なんですけど、ほとんど大きいやつもミリでインチを回してます。それはまあ、インチ工具使ってらっしゃる方だったら分かると思うんですけど、なんか14ミリが 何分の何と一緒でとか、2分の1は13でとか、なんかそういうのあるじゃないですか。結構もうミリで回せちゃうんですよね。そんなにインチ工具必要ないですね。これが僕の裏話なんです。もう裏話ちょっと裏話にちゃんとなってるのかちょっと心配なところはあるんですけど、もうインチ工具、これ本当に僕ずっともうやってますけど、インチ工具として持ってるのは本当これ、もうこれだけですね。若干僕もそのインチ工具だけを集めて見たことはなくて、まあ、結構集めたのかな、昔集めたのかなとか思ってたんですけど、実はこれここにまとめてみたら、本当インチ工具は僕はこれだけしか持ってないですね。あと他全部ミリです。もちろんミリはたくさんいりますけどね、そのなんか例えばディープだったりだとか、そういったことでいろいろミリは持ってますけど、インチ自体は本当にこの25個、合計で言ったら8418円で揃えて、あとはミリでいけるっていうことなんですよね。だからそのインチ工具どうしようと思ってる方おられるんであれば、セットでまず一旦買ってみて、セットが売ってるんで、さっきもご案内した1480円とか2780円とかね、アストルプロダクツさんに行けばあるのか、まあ、ちょっと注文しないとないのかわからないですけど、そこでちょっと購入していただければ、もうすぐにこのインチ工具、まあ、インチが必要な作業をどんどん進めていけれるのかなと思って、今日誰かの参考で少しでもなればなと思って雑談しています。はい、だからそんなにインチ工具たくさん、もうだからハーレーショベルヘッド、ハーレーダビッドソンだから外国のバイクだからって言ってインチ工具たくさんいるっていうのは本当にちょっと違うかもしれないですね。3個何度も繰り返して申し訳ないんですが、まあ、ソケットのこのセットと六角、これだけを揃えれば良いのかと思います。はい、本日の雑談終わります。ありがとうございました。